三遊亭遊ぶ狩りは落語芸術協会に所属する落語家。玉川大学文学部芸術学科演劇専攻中退後、社会人として様々な職場で働く。日本酒バー、日本酒のトニアで足掛け10年勤務した後、2011年に落語に出会う。2012年6月、三遊亭遊ぶすずめに入門。 2016年7月下関より2つ目に昇進した。師匠の三遊亭遊ぶ鈴芽はもともと三代目、柳屋ゴン太郎の弟子であり、ゴン太郎は五代目柳屋燕の死後に大師匠にあたる五代目、柳屋子さ山の直弟子となったため、系譜を当初の入門者ごとに遡った場合、夕鈴芽の弟子である、ゆ狩りが五代目、柳屋子さ山初の原尊弟子となる。三遊亭遊ぶ狩となる。 所属団体や、流派の垣根を越えた、女流落語家ユニット、落語ガールズに所属している。他のメンバーは、千柳つくし、林家ボタン、古今亭ま子,子、三遊亭愛は、立川小春、三遊亭美陸、春雨や風子、林家千、柳屋花込、林家あん子、春風亭一花、立川男子、三遊亭遊ぶ七、落語芸術協会の俳句導人、 ダクダク会に入っている。ありがとうございます。